杉は、鈴木目に分類される魚類。本種のみで、杉か杉族を構成する。温帯域、亜熱帯域に生息する。大西洋では、カリブ海を含めて広域に分布。インド太平洋では、インドを、高温性、高塩性であり、水温1.6摂氏32.2度、塩分濃度5から44.5パーミルに耐える。季節回遊が観察されている。 北西大西洋では冬はメキシコ湾に生息するが夏になるとフロリダを経由してメディーランドまで移動する。基本的には沖合で単独生活するが繁殖期には群れを作るほか岩礁、沈仙、港などで群れることもある。餌を探すためにエスチュアリーやマングローブにも入る。特徴的な島模様がある生魚は最大で体長約2メートル。 体重6 8ラムほどになる。体型は吸盤がないことを除いて小番ザメと類似しており、防水型で頭部は平らになる。目は小さく、下顎は上顎よりわずかに突き出す。下と口外には重毛状場の帯がある。体は滑らかで小さな鱗がある。体色は黒か主色で、腹側は白、体側に2本の島がある。ヒレは、 黒褐色である。繁殖期には、縞模様が明瞭になる。また、浮き袋を持たない。胸びれは大きく、水平に広げられているため小さなサメに間違われる、ことがある。釣り上げられた後も広げたままであるため注意する、必要がある。第一背びれは短く太い6から9本の棘に変化している。俗名、レイチェセントロンは古代イギリシャ語レイキス、ケントロンに由来し、 この棘にちなんだものである。禁煙である、小番ザメに似ているが、頭に吸盤がない、体が頑丈でおひれがにさするなどの点で、区別できる。若菜には明瞭な白い縦縞があり、尾は、生体と同じようににさする。カニや、イカ、他の魚などを餌としている。また、サメ、ウミガメ、マンタなどの跡をついて泳いでいることもある。好奇心が強く、船の跡について泳ぐことも多い。 天敵は分かっていないが、若菜は、シーラの餌になる。春に、メキシコ湾から移動する生態を、青ザメが捕食することが漁業者から報告されている。直径1.2ミ、mm、リメートルほどの浮遊性卵を産む。孵化時点では、完全には目、口が形成されていない。繁殖期は4から9月で、沖合に集まって行われる。メスは1シーズンに30回以上産卵する。オスは2年。 メスは3年で、生成熟し、寿命は15年以上。寄生虫として、仙虫、宮虫、上虫、ハリアタマ頭虫などが知られる。養殖される、稚魚には刺身やフライにされ、食用にされる。また、釣りの対象にもなる。熱帯、亜熱帯での養殖に適していると考えられている。成長が早く、肉質が良いため潜在的に重要な魚種である。 現在、アジア、北米、中米などで海面イケスを用いて養殖されている。台湾では100600グラムの養魚が11.5年で68キログラムに達し、日本に輸出される。現在、台湾の海面イケスの約80%が杉養殖に用いられている。2004年 FAO は養殖杉の80.6%が中国、 台湾で生産されていると報告した。ベトナムがこれに続き、2008年の生産量は1500トンと推定された。台湾での成功に続き、プエルトリコやバハマでもシーションやキポートなどの新しい水中のイケスを用いた養殖が始まった。養殖業による環境負荷を少なくするためには、大深度、強い海流、沿岸から遠いという条件を満たす必要がある。 新しいイケスはこれらの条件を満たし、持続可能性のある漁業であると言える。だが、生産量を上げるための努力は必要であり、特に事業、水槽からイケスに移す際に死亡率が高いことが問題である。なお、日本では水産庁の魚介類の名称のガイドラインについてによって消費者に分類学上無関係であるにもかかわらず、高級魚類の類演種であるような誤認を防ぐため、 杉について、黒カンパチやトロカンパチの名称を使用しないことと定められている。ありがとうございます。